え野崎さん、えー、今回はですね、えー、デラックス版お申し込みありがとうございます。はい、まあ、野崎さんは去年の、調べてみると、去年のクリスマスキャンペーンですね。から、また今年もクリスマスありがとうございます。去年のクリスマスから今年のクリスマス、なんか変化ありましたかね。はいまあ、一応、ドリアカの方にもですね、トレンド動画の方はあのやってるんですけど、まあ、ドリアカの方は、 まあその顧客を獲得してまあそこは情報発信していくっていうまあ以前その大学生の、えー、ご相談もお話もちょっとメールでいただいてたと思うんですけど大学生も結局、まあ、情報発信してそ,それに対して自分の商品を売ってまあ、今年は彼、まあ、2,000万以上、えー、売り上げ作りましたけど、うん、まあ、ドリアカの方はねそういう趣旨で教えてるんですけどまあ、今回は本当にまああこう、あのー、商品の中でも言ってます。うん あのビジネスというよりかは副業で、えー、稼いでいくそのために、まあ、アクセスをどのように集めていくのかっていうところにフォーカスしてお伝えしてますで結構まあ僕も10年以上やってるんでその顧客を獲得してどうのこうの以外にもいっぱい知ってますはい、まあ、実際僕もやってきたっていうのもありますけど昔今はもう顧客リストを獲得してこうやるっていうのを主、まあ、でやってます これが安定的にまあビジネスをじゃあ5年後、10年後、20年後、30年後やっていくるんだったら間違いなくまあこれしかないんですよ。ちゃんと顧客リストを獲得して、まあ、どの媒体から集客して顧客リストを獲得してその顧客とどのような関係性を持って商品を売るのかもしくはアフリートするのかっていうだけなんでこれを本当に愚直にやればずっと安定的に収益が出せるんですね、うん。ただそうは言ってもあの、まあ、今回商品開発に至った 理由としてお客さんからもご意見いただきましたけど、まあ、そのなんかビジネスというよりかは、まあ、お金をまあ稼ぎたいというご意見いただいて、まあ、確かにまあ僕自身もですね最初はそのアフリエイトっていうところからまあネットビジネスに入りましたんで、うんまあ、原点に戻るというよりかは戻るというか、うんまあ、だから今回の 3N アフリエイトはですね、まあ、あの今回クリスマスのコンプリートの中に入れて お安くご提供させてもらいましたけど、まあ、今後はもう昨日ですね、昨日の夜ドメインの方を取って、で今度、今日か明日かちょっと時間ある時にですね、ワードプレス s インストールして、ポータルサイト化して、そう、まあ、ドリームアカデミアと別にそのポータルサイトを作って、そこであの 3A のアフリエイトの専用のポータルサイトを作って、そこの方に講義をどんどん追加していこうかなと思ってます。まあ、今回のクリスマスで買っていただいた方には、まあ、そちらのポータルサイトもご案内、もちろん無料でしますけど、 うんまあ、ここはちょっとコンテンツボリュームをちょっと増やしてメインの最初の入り口として、まあえー、商品の方は来年から本格的にこれやっていこうかなと思っております、はい、やっぱなんだかんだ言ってやっぱこうかなと、うんまあ、僕は10年以上いろいろ見てきてやっぱ、えー、一番最強はそれだと思ってるんであのドリアカでそれを教えてるんですねでドリアカの方でも まあ3万稼ぐステップっていうのはありますけど別にあれは何でもいいんですよ。あれ別に何でもいいんですね。ただ何でもいいっていうとあのみんなその何やったらいいのってなっちゃうんでじゃあその武器を持ちましょうっていうことであそこの3万のやつは、まあ、いろんなね合う合わないがあると思うんでいろんな講義を追加していきますけどその後ですよね。その後がまあメインのドリアカだと僕は思ってますんで。はい、ただまあ今回の 3N アフレートを とまあ、ドリアカの方にも入っていただいてると思うんですけど、まあ、3N アフリエイトでの内容を生かして情報を発信して、えーまあ、この融合してもらえばいいのかなと思います、はいうん、また 3N アフリエイトはその専用のお手挿しフォームをこう作ってるので,でも,もうちょっとここ聞きたいとか僕も商品の方をどんどんバージョンアップしたいんで、えー、専用のお手挿しフォームありますでそこから要望とか もうちょっとここ分かりづらいとかここ不安ですとかあればもう何人かお問い合わせいただいて、まあ、Q&A で回答して、えー、必要な部分に関しては講義の方も追加してますんで遠慮なく、えー、専用のお問い合わせフォームからご連絡いただければなと思います、はいえー、今回も商品の方お申し込みありがとうございました